楽天若手投手、キャンプってこんなに楽しいんですね。安楽がいなくなった楽天のキャンプはすこぶる雰囲気が良くなったという。キャンプってこんなに楽しいんですね。最高です。野球って楽しいですね。よかよか請求はどうにかせ。ひどくないっすか、正弘さん。あとは仏頂面した秋田犬みたいのがいなくなれば。安楽ってどこ行ったんや、続報がないよな。続報も何も、安南独立すら拾わんし、このままニートになって表からは消えて終わりやない。落ちぶれ切って犯罪に手を染めたら続報あるかも程度のもんで。安楽もレッドデビルズで活躍したら日本に戻ってくるかもしれんやん。どんだけのことやったらここまで嫌われるんや。田中が引退したら楽天黄金期来たそう。安楽はメキシコ居心地の良いやろな。続き読んだら、正弘さんも空気読んでファンさ良くなったとか。安楽いなくなって野球の楽しさに飢えてた楽天の若手はこれから伸びる中って、甲子園で強かった頃の天理方式みたいや。野手も監督変わったからチャンスみたいに喜んで、確かねないけど監督交代だけはいいニュースっぽいな。どうせ高校でも同じことやっとったんやろな。球団がなくなる心配した方がいいぞ。安楽は後輩が穴開き靴下履いてるだけで、そんな靴下のやつが子供に夢与えられるかって切れるくらい熱いやつなんや。でも正弘さんは安楽を待っていてくれるから。安楽いなくなって気が緩んでるせいか、オープン戦負けまくってるやん。安楽はおちんぽソックスできないストレスと戦ってるのに、こいつらは鬼かよ。ご視聴ありがとうございました。